チェイサーです。今回はこちらの八日町醤油ラーメン開けてみたいと思います。あきくんが今日は一緒です。開けてみていいよ。下からちょこっと引っかくとピリッと外れるはず。絵柄は全部で何種類かあるかわからないんですけど、今回は別々なのいろいろ見つけてきました。おー、できた。おー、キュービとジバニャン、そして子供が開けたのはツチノコですね。これ全部開けないと、ロボニャンとウサピョンがいました。はい、じゃあ早速中身開けてみましょう。上も開けてみよう。うん、中にジバニャンとコマさんのナルトが入ってるんだって。どんな感じで入ってるのかな。開けてみるよ。あ、見える。おお、結構いっぱい入ってるじゃん。かわいいかわいい。ナルトこのまま食べる。ナルトこのままで食べてみる。コマさんとジバニャン。あ、蓋取れちゃった。まあそれは。大当たり。大当たり。何。はい。妖怪ウォッチシルエットクイズ。これは誰でしょうか。1、ワルニャン。2、トゲニャン。3、ダイヤニャン。キラキラしてます。さあ誰でしょうか。キラキラしてるの誰だ。こいつ。正解。ダイヤニャンです。はい。これさ、全部取っちゃダメだよ。はい。これは何？一番絵にするのが難しい妖怪は、一番絵にするのが難しい妖怪は個人的には宝石ニャンシリーズなんだけれども、なんだろう、一番目絵にするのが難しい妖怪。え、答え見てみます。答えは、あー、そういう意味か。そうだよね、クイズだもんね。はい、どう書くっていうことで、どう書くが答えだそうです。面白い。さて、この醤油ラーメン、はい、あ、もう一個開けたの。あ、全部開けなくていいよ。全部開けない。食べきれないよ。はい。ビビ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 ビ。はい。これは何という妖怪でしょうか。ビが9個。これは分かったぞ。キュービ。はい、キュービで正解。はい、こんな感じでクイズが一つ一つ違うのが書かれていて、とっても面白いです。開けなくていいよ。食べきれないから。食べたい。はい、食べよう。はい。食べるためには、これ、お湯を入れますね。中の線のところまでお湯を入れて、蓋をして3分待ちましょう。はい、3分待ってます。はい、横を見てみたらジバニャンナルトがウィンクしているかもというのがあったので、これも食べながら探していきたいと思います。はい、1食あたり160キロカロリーですね。はい、こんな感じです。なかなかちょっとカップラーメンは食べないので、この新しいシリーズが出てるよと教えていただいたので買ってきました。今日のうちに出てきてくれるかな。ウィンクなると楽しみです。はい、ではちょっと先に入れておいていたこのツチノコから見ていきましょう。全部で3つお湯入れたんですけれども、こちらはどうかな。はい、ラーメンはこんな感じで出来上がりました。器に移してみたいと思います。はい。うまそうだな。うまそうだな、だって。はい。肉なんで入れんの？え、ちょっと待って。ウィンクしたジバニャンがいるかもしれないんだって。いるかな？ウィンクだよ。お目目がパチンってしてるジバニャン。クマさんはなんか可愛いお顔して出てるんですけれども、ジバニャンウィンクバージョンは今回はなさそうだな。はい、合体してる。こんな感じ、合体しちゃってるね。くっついちゃってるやつもあります。あ、外れた。結構ナルトは入ってますね。いっぱい入ってます。2つ目入れてみるよ。パチパチ、あるかな。絶対怖い。あった、ウィンクジバニャンだよ。目をパチンしてるジバニャンだよ。あった、嘘。なにこれ、こういうこと。うわー、入ってた。はい、ウィンクジバニャンはこんな感じ。なんか予想してたのとちょっと違くて、片目だけパチンとしてるかなと思ったんですけれども、キュッとした感じのお目目ですね。はい、ノーマルバージョンのジバニャンはこんな感じ。はい、可愛いですね。はい、そう言ってる間に後ろで食べようとしています。見えるかな。はい、コマさんの顔はこんな感じ。味はどうですか。美味しい。
あ、そう、よかったね。肉を食べてみて、うん、はい、ビビビビビの、キュービの問題だったやつもちょっと中身見てみましょう。これにも入ってたのかな。はい、では入れてみます。あー、あったあった。嘘、あった。あ、こっちについてた見える？ほら、うん、あったね。はい、見えますでしょうか。こちらについてました。くっついてた。これにも入ってましたね。でも入っていても一つの麺の中に1枚ぐらいしか入ってないので、レアはレアっぽいですね。はい、お楽しみで探してみてください。はい、というわけで今回は妖怪ウォッチ醤油ラーメンを紹介しました。では次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。バイバイ。